思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム。連邦軍量産型モビルスーツ。ボール。ボールとは、アニメ、機動戦士ガンダムに登場する、連邦軍の兵士専用の棺桶である。宇宙用の作業ポットを回収して、ガンタンクと同じ、180ミリ低反動砲を一門装備しただけの機体です。装甲もそれほど強固ではなく、機動性も劣悪。攻撃を受ければ即致命傷を負ってしまうという、危ない機体。この機体を推奨したレビル将軍のサディスティックな面が垣間見えますね。どう見ても戦闘ポットなんだけど、連邦軍に言わせればこれはモビルスーツであり、どうもモビルスーツの数を水増ししたかった模様。基本的に遠距離からの砲撃を主任務としており、センサー有効半径はジムを上回ります。ボール部隊でロングレンジからの砲撃を行い、撃破できなかった敵は、ジムの部隊が集団でボコるという戦法を得意としています。しかし、この機体が配備された頃は、部隊によって運用方法にばらつきが目立ち、ボールだけの部隊でのパトロール中、敵と遭遇して全滅ということもあったようです。ジムに乗れなかった兵士は、当然、このボールに乗ることが決定してしまうので、必死に戦闘シミュレーションに励みました。名シーンは、ソロモンでビグザムのメガ粒子砲を食らってドロドロにされるシーン。なんとなく万歳しているように見えるところがボールさんらしいですね。さてキットですが、当時の値段は300円でした。シンプルなデザインなのに、どういうわけかパーツがやたらと多く驚いたものです。250分の1のボールがおまけでついてくるのも不思議でしたね。安いので入手しやすかったのか、仲間はほとんど持っており、キャノンを改造に利用したものです。一時期も経典からは姿を消しますが、0083でリファインされて再登場すると、評価がかなり上がりましたね。改造したくなって、模型店でもほとんど見かけなくなっていたボールのキットをあちこち探し回ったりしたものです。